はい、どうもみなさんこんにちは、ヨネヤンです。今日はホンダの2019年 F1 エンジンはパッケージングを少し攻めすぎたというニュースについて語っていきたいと思います。これはもともとイギリスのオートスポーツ、モータースポーツ .com が報じたものなんですけども、田辺豊春テクニカルダイレクターの言葉として、タイトなパッケージングによっていくつか問題があることが判明しました。少し攻めすぎた形状でした。少々変更する必要がありますというふうに田辺さんが語っているというものです。同時に田辺さんは深刻な問題があるわけではありませんし、大きな懸念ではありませんというふうにも語っているんですけども、記事の中では開幕戦に向けてホンダはファクトリーで恒久的な対策を施すために設計を修正する予定だというふうにも書いています。で、実際のところなんですけども、ちょっとこれは語弊があるというか、田辺さんの言葉を少し深刻に捉えすぎているニュースかなというふうに思います。パッケージングを少し攻めすぎたとか、設計を変更する必要があるなんていうふうに言うと、かなりコンパクトにしすぎて問題があったのかなっていうふうな印象を持ってしまいますけども、実際にはエンジンそのものには全く問題がなくて、パワーユニットを構成する基本コンポーネント、エンジン本体である IC とかターボ、それから MGU-H、MGU-K といったこのあたりの基本的なコンポーネントの設計に問題があるわけではなくて、実際のところはパワーユニットの一部がカウルと擦れているとか当たっているっていった、田辺さんの言葉を借りれば配線の取り回しとか細かなパーツの捨て、そういったもののカウルとの擦れとか当たりっていうものを実際に走ったパワーユニットをこれから桜で確認をして、じゃあここが擦れてたね、ここが当たってたねっていうところを取り回しを変更する、開幕戦に向けて最終的な調整をするっていうのが田辺さんが言いたかったことなんですね。ですからパッケージングのために少し攻めすぎたっていうのは、パワーユニットの設計をコンパクトにしすぎたっていう意味ではなくて、パワーユニットと車体のインストレーション、一体化の部分でかなりギリギリを攻めているので、パワーユニットとカウルが当たっている部分があるとか擦れている部分があったっていうことなんですね。キャドの設計上は当たっていないはずなんですけども、実際に物を組み立ててカウルの中に収めてみると当たっているっていうようなことは往々にしてあることで、特にカウルなんていうのは風が当たったりとか走行中の前後左右の G でやっぱり多少は変形しますから、そういった部分で当たってしまうこともあるし、例えばケーブルとか補給類を止める金具なんていうのは実際の設計よりも多少大きかったりだとか、動きがあるものだけに多少の余裕を持たせたサイズになってますから、特に配管とかケーブルなんていうものはそうですよね。最短距離で結んでしまうと当然余裕がなくて、何か起きた時にはビシッと外れてしまったり切れてしまったりするわけですから、そういった遊びの部分、余裕を持たせた部分がカウルと当たってしまうっていうことは普通にあることなので、それは実際に走った後に確認をして調整すればいいことなんですね。ですからそんなに深刻な問題ではないっていうふうに田辺さんはおっしゃってるわけです。で、開幕戦に向けてファクトリーで恒久的な対策を施すっていう風な書き方されてましたけども、これはおそらく記事を書いた人の拡大解釈というか勘違いした部分もあって、実際にはパワーユニットの基本的な設計なんていうのはバルセロナのテストから開幕戦までの1週間とか2週間で変えられるものではないし、バルセロナで何か問題が起きたからといって新しく設計し直すっていうことは基本的にありえないんですね。設計も間に合わないし、物を作るっていうこともできない。というのは、パワーユニットを構成するパーツっていうのは基本的に金属ですし、そういった鋳物とか型を作って製造するパーツっていうのは、そんな1週間でそこらでできるものじゃないですからね。ですから、ホンダはバルセロナテストに対しては、これで開幕戦を迎えようねっていうものを完成させた状態で、1チーム4機ずつ持ち込み、基本的には1機のパワーユニットで
可能な限りずっと走り続けることによって耐久性を見る、それを一番の主眼に置いてましたね。それと並行してセッティング面、キャリブレーションって言いますけども、まあ、使い方、どこまでパワーを出すのかとか、どういったセッティングをするのかっていうこともフリー走行とか予選とか決勝、さまざまな状況の中でどういうパワーユニットの使い方をするのかっていうことも確認したり熟成していったりっていうことをやってたわけですね。ですから基本的にはバルセロナで走ったのと同じものが開幕戦のメルボルンに行きますし、ここから大幅に、まあ、性能もそうだし信頼性もそうだし、バルセロナで走ったものが開幕戦までに大幅に良くなったりもしないし悪くなったりもしないっていうことは田辺さんもおっしゃってましたね。逆に言えば信頼性はすでに確保されていることが、まあ、ほぼ確認できたわけで、あとはその壊れない範囲の中でパワーをどれだけ使っても大丈夫かっていうところをデータを見直して開幕戦までに最終的な決め込みをしていくっていうのが今のホンダですね。まあ、レッドブルの方は2回のクラッシュがあったので途中でパワーユニットを交換することになり、あまり連続して走りはできてないんですけども、トロロッソの方は1機のパワーユニットでずっと走り続けました。で、2回目のテストの途中で交換をしてます。おそらく2回目のテストの2日目もしくは3日目が終わった時点で交換してますっていうことは、まあ計算すると最低でも3193キロ、これ4レース週末分に当たりますけども、もしくは3日目まで走ってたとすると約3700キロを走破したことになります。ですから少なくとも4レース週末は基本的に問題なく走れるっていうことがこの時点で確認できてるわけですね。あとは年間3期で戦うのか、もしくはペナルティを受けることを前提に年間4期もしくは5期使ってしまうっていう計画にするのか、当然ホンダは表向きは年間3期で行きますっていうふうに語ってますけども、レッドブル側はペナルティを受けてでもいいから年間4期もしくは5期でその分パワーを出そうよっていう話をしてますね。そのあたりを最終的にどこに落とし込むかっていうのが今ホンダとレッドブルの間で調整しているところですね。まあ個人的には年間4機とか5機使っちゃってもいいんじゃないかなというふうな気はしますね。それによって常にパワーを出した状態で戦えるのであれば、1レースペナルティを受けて最後尾からスタートすることよりも得るものは大きいですからね。まあクリスチャン・ホーナーも言ってましたけど、去年のロシアグランプリでペナルティ受けて最後尾からスタートして4周目か5周目にはもうトップ3チームのところまで追いついてたからねっていう、まあそれだけのオーバーテイクが可能であれば、あまり最後尾からスタートするペナルティっていうのは実質的に大きなものにはならないですからね。ただし、まあ今年は結構中段グループの車も早いんで、去年ほど簡単にはオーバーテイクできないんじゃないかなっていう気もしますけど、まあオーバーテイクが容易になると言われている今年のレギュレーション、まあこれもドライバーによってはすごく良くなってるって言ったり、まあ全然変わんないよっていう人もいたり、まあ一概には言えないのかなっていうふうに思いますけど、まあ、そういったところも考慮に入れながら最後尾スタートのペナルティっていうのがレッドブルにとってどれだけ大きいのか、それよりも年間4機もしくは5機、つまり年間5機なら1機あたり7000じゃなくて1機あたり4000しか持たなくてもいいわけですから、その分パワーを出すことはできますから、まあおそらくルノーもそういう戦略だろうっていうふうに思われてますけども、まあホンダもそれぐらい攻めた戦略を取ってきてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、というわけで、まあ、ホンダのパワーユニットの設計に問題があるとか、まあ、パッケージングを少し攻めすぎたっていうのは間違った情報かなっていうふうに思いますというニュースの解説でした。気に入ってくださった方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。コメント欄へのご意見ご感想もお待ちしております。ありがとうございました。